本日私富士一人動画となっております。家族旅行に来ております。ここに映ってるのがおじいちゃんです。家族旅行といってもね、うちの親と妹だけではなく、妹の旦那さんとおじいちゃんとおばあちゃんとね、いとこも来てますと。おじいちゃん、やっほー、動画だよ。つるっぱげだ。ありがとうございます。サービスマザーです。おばあちゃんです。ということで2泊3日ね、ここ山中湖、川口湖、山中湖に来てます。楽しんでいこうと思います。はい、ここで、まあ、約10人ぐらいで2泊3日していきます。I will make pasta. いとこがね、インターに通ってるんで、そこのなんか施設っぽいですね。あれは音楽の先生で。ん？じいちゃん。そう、これ三脚。そう、ここ置いたら。これ、YouTube で。上がこんな感じです。ここで雑魚寝するということですね。そういうこと。ここでみんなで寝るんだ。そう。おもろ。こうた上手に切れるようになったのかな。まあまあまあ、こうすんでしょ。そう、猫のって。みんなもう食べるの？食べられるよ。本当はだっていつも4時にご飯食べてるから。4時に夜ご飯。そう、今何時？4時50分だから。あ、もうやばいじゃん。そう、もう食べさせてあげないといけない。はいはい、じゃあおじいちゃんまず先に食べさせて。そうだね、そうだね、そうしてあげて。こんな働かされると思ってなかったでしょ。いや、覚悟してきた。今度はニンニクの作業に入ったようです。そうです。じゃあバレて触りたくない。手が臭くなる。いや、そう。ちなみにガーリック多めに。はい、行ってます。みんな夜臭くなってる。そうね。完成。Yes, yes. 桜がいる。そんな回すってくれまして。意味ないな。これ以上の回しはいる。最初回しすぎだと思う。おいしそうね、エビなんかが。ねえ、プロだもん。おはよう。ということで目覚めました。河口湖の朝でございます。私のファミリーたち、今回9人で来てるんですけど、私以外の残り8人は朝からワッフルを食べて、河口湖でサップをしてたらしいんですけど、私は12時半に起きました。みんなね、ここで横並びでね、こっちも横並びで寝てたんですけどね、起きたら誰もいませんでした。何しようかな。まあ今ね、実はね、そのメインチャンネルでダイエット企画をねやってるんですよね。だから山中湖の周りでも走ろうかなと思います。はい、ランニング行ってきます。チルいっすね。この宿を出たらすぐ河口湖があるんですよ。おー、うわ、めっちゃいいね。めっちゃチルいじゃん。そしてまあここを走っていくということですね。なんか外国人の人が意外と多いんだね、河口湖。あと昨日の夜はね、酔っ払った大学生がね、あの道端にいっぱい倒れてました。車ひっくり返ってるんだけど。なんで車ってああなるもん。何が起きたらああなる。なんとか浸水公園みたいなね、景色がいい場所があるっぽいんで、一旦そこまで走ります。はい、ということでランニングが終わってサップをしてます。あそこに富士山があるんで富士山に行きます。はい、行ってらっしゃい。はい、じゃあさよなら。さよなら。さよなら。あっちにって言ったのに。あっちにって言ったのに。どっちに行くの。富士山と一緒に写っているよ。マウント富士。はい、マウント富士。ヨガして、ヨガ。ヨガして。ヨガ？うん。何ヨガ？片足上げたり。近づかない方がいいと思う。いや、おこちゃん。
ハゲちゃった。あ、ハゲた。うん。ぶーちゃん、哀れだね。哀れなハゲだね。やめて。